会長との思い出、アークがルシア全然わかんなくて、ほんとにルシアはアークわからんくて、でココちゃんにやっぱ教えてもらったんだよ。教えてもらって、でもやっぱ勇気が出なくて他の子に聞いたりしてたの。ルシアの悪いところ、勇気出なくて他の子に聞いたりして、それから自分でググったりして、あとリスナーちゃんに聞いたりとかしていたんだよね。そう、そうしていたんだけど、ココちゃんがそのコントロール、いろいろ教えてくれるって分かって、かっこいいなって思い始めて。やばい、なんか急にココちゃんとリシャのなんか恋愛話の始まりみたいな、平気かなこれ。なんかいろいろ教えてくれるし、しかも喋ると面白いし、これココちゃんに言ったことないな。あ、でも普通に言ってればココちゃんの顔見ながら好きになりそうってずっと言ってるけど。なんかココちゃんってエッチなんだよ。いやいや違う、変な意味じゃない、変な意味じゃないんだけど、いやなんかこう、ココちゃんの表情ってなんかすごくエッチなの、いつも一緒にいて。な、わかんない、なんかそういう目でレッシャーのこと見てくる。違うけど、なんかね、そういう顔してるの、なんか、そうなの、薬草で。だからレッシャー言うんだけど、ココちゃんエッチだねって言って、なんか、エッチだねってずっと言ってるんだけど、いや、大丈夫。で、色色っぽいっていうの。ほんとにエッチなんですよ。そうそう、色っぽい、セクシーなんですよね。表情とか、顔とか。なんか、あとこういう、何、座り方とか。もうありとあらゆるものがなんかセクシーなんですよ。